おはようございます、陣ひろしです。毎日毎日暗いニュースを見てるとなんかこう笑顔が出てこなくなってしまいました。放射能の話とかも本当にもう大変です。そんなわけでですね、昨日は新宿にある J28 スタジオ1を僕のダンススタジオのライブが4月に J ダンス東京コレクションというのがあるんですけども、夜の会を中心にして昼間だけ1回のみ頑張ろうということになったんですけども、この機会に昨日 Facebook で陣ひろし解説ということでダンスの種類、ジャズダンス、ヒップホップ、バレエ、コンテンポラリー、またヒップホップの中にはもういろんなジャンルがあるんですね。ブレイキングとかニュースクール、ミドルスクール、オールドスクール、そしてさらにアニメーションダンスとか、もうやってる本人たちもどのジャンルかよく分からなくなることがあるぐらい種類も多様で、ダンサー自体も全てのダンスができるわけではないんですけれども、Jダンス東京コレクション少しでも楽しんでいただくために、昨日のレスリングで陣ひろしが解説しました。ダンスの種類、陣ひろしで検索ください。Facebook のどこかに書いたものが検索されると思います。ぜひその中でダンスそのものを楽しんでください。陣ひろし。